父、母、娘、正体、エスパー、正体、スパイ、正体、殺し屋。次の方、ボージャー様。では、ご両親から見て娘さんはどんなお子さんですか？アーニャは、とても好奇心旺盛な子です。時折こちらの心を見透かしたような言動を見せるので、ドキッとさせられます。アーニャが頑張らないと。次は、お子様の方への質問にしましょう。まずは、お名前と住所言えるかな？アーニャ・ホージャーです。お休みの日はどんなことをしてますか？美術館行ったり。学校に入ったら何がしたいですか？組織のボスの秘密を暴きたいです。トップまで上り詰めた校長先生に興味津々なのです。では、その校長の名前は言えるかな、お嬢さん？そう、ベネディクト・アイバン・グッドフェラー。ベネディクト・アイバン・グッドフェラーさん。彼のように大成するためにはどんな努力が必要と思うかね？体一つでジャングルを生き抜いたり、死と隣り合わせのテストを繰り返して精神を鍛えます。お父さんお母さんに点数をつけるとしたら何点かな？100点満点です。父も母も面白くて大好きです。ずっと一緒がいいです。じゃあ今のままと前のままどっちが高得点だ？やはり前のママがいいか。些細なことでいちいちベソ書いてたらこの学校ではやっていけんぞ。カマンだ、黄昏。絶対落ちた。またもスパイ失格だ。アーニャ、学校行きたい。学校行かない一瞬が終わっちゃう。